勝手に今週の福山大学、どうもクラゲさんです。はいね、クラゲさんの7月の予定表ももうそろそろ終わりね、もうここに勤めて4ヶ月も経ってしまいました。全然研究が進んでないんだけどね。はい、ということで7月末ともいえば皆さん、そう、期末試験のシーズンです。ということでクラゲさんはある場所に行きます。これがクラゲさんのいる16号館の裏側でございましてね、もう冷房効かしすぎて画面が曇ってますけれども、はい、ここの水道のホースとね、物干し場で機材を洗えるんですね。だから調査に使ったプランクトンネットとかね、潜水機材とかはここで干すんですけど、今日行くのはそこではなくてこっちです。はい、ここがね、クラゲさんのいる16号館の隣にある建物、南高棟だっけ、名前忘れた、ね、自分の大学の建物の番号も把握してないんですが、ここに非常に役に立つ建物があります。建物というかじゃない、機材があります。それがこの印刷室でございましてね。はい、印刷室に入ってみましょう。そうするとここにあるものが、そう、こちら、はい、コピー機が右に見えましたが、コピー機のね、こちらではなくてね、別の方に用があります。その用があるものがこちら。はい、皆さんこれ何か知ってますか？はい、まあ見たことある方は大勢いらっしゃると思う。まあ教員の方々にはおなじみでしょう。これを輪転機と申します。はい、輪転機、皆さん輪転機ご存知ですか？はい、まあコピー機と似ているんですけれども、この輪転機というものは正反したものを、まあたくさんの紙にね、ものすごい高速で印刷するのに適しているんです、ね。原稿を製版した後、印刷ガシャコンガシャコンとめちゃくちゃ速いスピードで回って印刷されます。はい、その様子を見てみましょう。定期試験ですからね、100人分とか印刷しなきゃいけませんからね。ここに紙を入れたら逆側の方からガシャコンガシャコンと吐き出されてくるという、それが輪転機でございます。はい、輪転機をね動かす様子見てみましょう。もう先生方にはおなじみの光景だと思いますけどもね。はい、原稿をセットして開始ボタンを押します。まずは製版ですね。製版の開始ボタンをポチッと、ね、こういう風に押すと、ね、ここに、正反の紙が出てくるんですけど、時間が長いので8倍速、はい、そろそろ出てきますよ。出てきますか？はい、そろそろ出てきますが、はい、こんな感じでね、正反されました。この、まあ、原稿、まあ、ステンシルみたいなもんですね。この版を元に大量に印刷されます。それでは小気味の良い印刷の様子をご覧いただきたいと思います。枚数は100枚ね、100人以上の受講生がいるという。これ採点するのクソ大変なんだよね。まあいいや、文句はいいとして、はい、印刷を押しますと、はい、紙がどん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 吸い込まれております。はい、このガチャコンガチャコン音はもう輪転機使う方おなじみですね。逆側ではこうやってこうやって、ね、吐き出されていきます。はい、これが期末試験でございますね。みんな輪転機短歌にも読まれてますよね。新聞社とかでよく使われてたのかな。輪転機今こそ回れ嬉しくも東京版に雪のフリーズだっけ、時愛かって人の短歌だったかな。中高時代の記憶で言ってるんで違ってたらごめんなさい。はい、こんな感じでね、100枚印刷するのに1分かかんないというすごい機械ですね。まあそれは中高生のプリントは実はこうやって刷られているんですよ。皆さんご存知でしたか？はい、まあコピー機に比べるとちょっとかすれとかね、色の抜けが出るんですけども、まあその分めちゃめちゃ早いのでね、こんな感じで印刷が終わっていきます。私の試験は記述式なんで記述欄が多くあります。 Excel で原始的に作っていますが、てな感じで印刷が終わりました。はあ、ということで3科目分印刷したらこんな大量になっちゃった。この試験をね、出題して、ね、再来週ですね、定期試験のシーズンになります。学生さんも勉強に忙しいけど教員も忙しい、そんな試験印刷のシーズンでございました。ご視聴ありがとうございました。ちなみに学生諸君、この動画を拡大鮮明化してもおそらく試験問題は読み取れないので無駄な努力をしないように。というかそもそも予告問題で全部出してるんだから、そっちの方をしっかり勉強しろよ。以上。